ため、また、力量の高い医師、歯科医師を社会へ送り出すために、死後に自分の肉体を解剖学の実習用教材となることを訳し、遺族が個人の医師に沿って大学病院の解剖学教室などに提供することである。人体の解剖には大きく分けて次のような3種類がある。検体に直接関係があるのは正常解剖であり、医学教育の最初期に履修する。 解剖学実習がこれに該当する。亡くなった直後に病院で行う病理解剖とは違い、正常解剖は医学、私学系大学の解剖学教室で行われる。遺骨塚各医療教育機関において検体者に対しては最大限の感謝と敬意の意を表す試みがなされている。各機関においては特別の検証費、遺骨堂を混流し、 永続的に維持管理されている。医学教育の一環として、解剖実習の前には学生に参拝させることが、慣例化されている多くの宗教においては、検体に賛同している。ヒンドゥー教、仏教、イスラム教、キリスト教ではすべて、世界をより良くするための体や、造器の寄付に賛同している。多くの人はこれら宗教の教えを積極的に実践しているため、 これら宗教の賛同は重要なことである。現在、医学部医学科及び私学部私学科のカリキュラムには、遺体解剖実習が必ず組み込まれている。文部科学省の指針としては、医学部生二人に対して一体、私学部生四人に対して一体というものがある。また、最近では看護師、理学療法師、歯科衛生士などのコメディカルや社会福祉士、 介護福祉士などの福祉職を目指す学生を解剖実習に参加させる大学や専門学校が増えている。中には、作業療法士や臨床検査技師の養成過程で、見学ではなく、実際に解剖の実習を行う大学も一部にある。遺体解剖実習への検体を希望する人々の団体として、白菊会、不老会などがある。 現代では検体の希望者が多いため確保には苦慮していないが、1960年代頃には引き取り手のいない死刑囚の遺体が利用されていた。登録者数は1970年代のカバまで1万人台に過ぎなかったが、2007年には21万人を突破している。今日の日本では検体を用いての技能向上トレーニングは認められていない。 そのため海外で訓練したり、解剖学的に人体と構造が似通っている豚で訓練したりしている。また、検体とは別に、死後に体の一部を一植医療や医学研究に提供することを申し出る仕組みもある。校舎の例では、脳を認知症など神経疾患の解明に役立てるブレインバンクがあるが、検体と同時に生前登録することはできない。検体を希望していても、 死因や遺体の適切な保存処理ができない場合などは検体することができない。検体しても遺骨が遺族の元に返還されるまで2年程度等の期間を要する。ありがとうございます。